9時です。9時です。はい。タイ、バンコク9時でございます。はい、バンコクの夜9時といえばですね、街中に屋台がどんどん開いてくる時間なんですね。おい。はい。で、ご覧ください。ほら、こんな感じで。うん、うん。の中に屋台があるんですけれども、今日はですね、今ガッツルツしたけど、あそこの屋台に。そうなんですよ、角の屋台。行きたいと思います。かっていうとですね、はい、お知り合いの方で10年タイに住んでてビジネスをしてて、で今はいろんな国行きながら最終地点、うん、沖縄で首里城の近くで河原で肉を焼くっていうステーキ屋さん、ステーキ屋河原、ステーキ屋さんをやってる方がですね、はい、ここの屋台のチキンスープが絶品だと、10年住んでて、しかも98年頃に最初食べたと、はい、そっから毎回来るたびに通ってるらしいですよ、ここに。で、前に決まってんじゃん、そんなの。そうですね。で、ここはあのオープンが夜の時間からなんで、ちょっとこう レアっていうか、あ、開いた、行こう、行きましょう。カラフルな看板、いいよ、そうそう。 YouTube OK?YouTube OK? Thank you. Thank you. おー、これが何を頼んだらいいかと言いますと、はい、何を頼んだらいいですか。バミー災害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 。Yes。バミー災害が。何災害？バミー災害。バミー災害。がチキンスープ。バミー災害が。はい、バミー災害。バミー災害が美味しいです。お兄さん、店員さんだった。ねえ、なんで？みんななんか飲んでないよね。そうっすね。ここにある香草とかをパッて取って、ちぎって食べ、入れて食べてます。あー、なるほど。セルフなんだ。丸亀製麺でネギ入れるみたいなことか。そういうことか。でも知ってます？あれ、戸川の讃岐うどんって、ネギ入れない方がいいらしいです。風味落ちる。あ、どうなんや。でも、じゃあほぼ。いや、こうやると方がいいでしょう。どないやねん。じゃあなんでその話持ってきてる。なんでその話。なんかね、こっちの東南アジアで取れる香草は匂いのレベルが違うらしくって、ふわって広がる感じが、生春巻きとかも日本で食べる生春巻きよりもふわが違うらしい。ふわが違う。はい。ふわが違うのが香草のおかげらしいですね。なんなんだろうねこれ。はい、水はね。我慢しますか。はい、コーラ。コーラ頼むんですか。はい、コーラ。もったいな。貧乏旅なのに。コーラ。つば飲んどけつば。そうそう。興奮しすぎてちょっと飛ばしました。つば飲んどけつば。つば飲んどけつば。興奮すな。見てください。これやばいな。すごいね。麺はあの細い麺。私大好きこういう麺。ちょっと透明感のある細い麺ですね。うん、で、このこん棒のような肉。いいね。憧れたね、この肉。でも掴んでわかるけど、多分ホロホロ、絶対ホロホロ。これがたまらんと。最高ですね。まずじゃあ麺からいきますか。うん、うわ、私本当この細さ大好き。このそうめんのような。うまい。うまい。ヤンキーみたいな車通って。なんか麺はね、うわ、硬くてシコシコしてる感じなんですよ。ちょっと、こうなんていうのかな、安い乾麺みたいな。ああ。それが最高。うん。あんまり表現うまない。親しみやすい味。うん。
優しい、優しいね、優しい、やっぱなんか私より食べるの上手ですねチキンいってよ、チキンこれよ、あ、もう、うん、これ箸でいったやん、すげえ。めちゃめちゃうまいんじゃんこれ。おー、どう、柔らかい、柔らかい、おいしい。なんかチキンの味もしっかり残りながら、うん、ちょっと甘い味付け、なんですよ。あ、でもそのくどいやつじゃなくて、ちょっと甘い雰囲気の醤油かな、砂糖醤油みたいな、うん、似てある味付けですね。タイの味、パクチー、うわ、ほろほろや、めちゃめちゃうまい。もう入らん、これ映ってる俺食べながら撮ってるけど、うん、ね、これを行くんだよね、うん、行きます。これをね、美味しそうに食べてはるわ。あ、やばい、粗末にしてしまった。こうやってブチブチ行くわけですよ、多分見よう見まねですけど、今もう香りがいい、うん、やばい、なんでこれ毒飲み、そう、キャンプジャーに入ってる、これも行っていいんやのか、10バーツ、10バーツで、なんでこれ、なんで、多分揚げた玉ねぎかな、え、じゃあ行きます、えちょっとにしてね、なんで味がわからんくなるから。どうすかこれ、何何これ、何何それ、何何それ、めちゃめちゃうまいじゃん、カッパエビセン、カッパエビセンなんや、カッパエビセン、へぇ、あ、豚の皮を揚げたやつかな、え、うん、ポークポークを揚げたやつ、うまい、揚げポークです。いや、もう最強やんか、うん、Thank you Thank you、 これを味見ながら食べろと、絶対うまいよね、急に爽やかになるから、うん、お姉さんが教えてくれたけど、はい、これを、ほんと、うん、どっかで食べたことあるな、これでもこんな味変しなくても全然ペロリですけどね、おいしくて、いや、もう最高やんか、めちゃめちゃうまいわ、もううますぎてマイクってやがってもうたわ、それより格好を思い出してみ笑われてるよ、そのバナナがラーメン、バナナがラーメン食って、いやー、綺麗に、お、やつ、Thank you、 やつ、マロイ、マロイ、カプカプ、カプカプ、いや、めちゃめちゃうまいね、私、生まれて初めてラーメンのスープ飲み干しました、お超美味しかった、安いし、ね、薄口醤油でなんかニンニクの味みたいな、そうですね、うん、これは通うよ、これは通うね、で、なかなか知らないんじゃないですか、こんな店、みんな地元の店って感じですよね、これはぜひ食べていただきたい、うん、ここは、はい、だいたい毎日やってるんですよね、多分、はい、多分で、空いてない日きっとあると思うんだけど、夜の7時半から9時ぐらいにはオープンすると、はい、で、結構遅くまでやってるんですかね、屋台なんで、うん、らしいんで、外ですけど車の音を聞きながらね、夜風に当たりながらぜひ食べてもらえたら、お腹いっぱいでも食べれるね、はい、はい、住所はこちらでございます、概要欄にも載せておきます、最高でした、ごちそうさまでした、コップカー、コップカー、マローイ、マローイ、ルンルン、あなたのいいね、あなたのチャンネル登録が私たちの
旅の原動力になっています。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。アンコールワット。お祈りしてもうた。